ハローニハオソロパギーナマサイヤショーダリッチョンマゲジャパンイエーイハリーニサヤアダテタムイステミアダリッジャパンイエーイということでね、今日は日本人のご家族がね、マレーシア、初めてのマレーシアですよね。初めてはい。初海外だよね。はい。初海外でマレーシアを選んでいただいたということでやってきていただきました。自己紹介、自己紹介を本当でいいですか。さっき教えたよね。はい、はい、はい、言えるか。ナマサヤ、マイネームイズカリー。はい、英語&マレー語です。ナマサヤ、ユカリー。イエーイ、ありがとうございます。ユカリさんとカイリ君来ていただきました。年は聞いても大丈夫？はい。何歳ですか？11です。11歳。5年生。6年生です。6年生。聞かないでおきます。今日は僕ね、ちょんまげジャパンってこのチャンネルの視聴者さんにチャークイテヨが好きすぎてミスタークイテヨって街中で声かけられます。そうね、で、そうね、そのミスタークイテヨがおすすめのここはマリスコナーというチャークイテヨです。マリスコナー、マリスコナー食べたことはありますか？チャークイテヨは。わかりません。わからない。まあそうだよね。ないですよね。聞いたことがない。聞いたこと。そこから確かに自分もね、マレーシアに行った時にチャークイテヨってなんだろうっていう感じだったんで、うん、ぜひね、食べていただけたら。そう、でも絶対美味しいんで、ぜひ食べてください。はい、ということでね、はい、じゃあ早速行ってみましょう。久々やね。久々、いい匂いだよね。あそこいい匂いする。そう、いい匂いなんですよ。あそこではね、中華鍋でもすごい火力で作るんですよね。あ、すごい。今日はクランバサーの方がいいかな。マレーシアのチャークイテヨってエビ殻ごと入れてこうぐちゃぐちゃにこう炒めてるんですよ。だから日本人って殻を剥いて食べる文化じゃないですか。だからもしかしたらちょっと手が汚れちゃうかもしれない。あ、大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。エビと、貝どっちがいいですか？エビで。エビで。エビ分かってるね。注文の仕方教えてあげて。スペシャルうどんバサーアンパ。スペシャルうどんバサーアンパ。そう、いいね。初海外、初注文。初注文、マレー語で。もう一回行こうか。スペシャル、スペシャルうどんバサ、うどんバサ、何て、アンパ、アンパ、アンパ、こっちでやっとけば大丈夫。アンパ、よし、オーダー、スペシャルバサ、アンパ、アンパ、あ、通じた。おお。デリバカセイ、通じたやん。すごいね。見に行ってみる？作ってるところ。あ、見に来ていいですよ。取っておいで。チャックイティオ、ほら、チャックイティオ作ってくれる。すごいでしょ。事件しまし日本でこの火力出せたら事件。でもね、この火力がね、大事なんですよ。はい、到着しました。はい、出揃いました。どうですか、これを見て。11人で約330円、これはどうですか？安い。観光地とは違って地元の人に愛されてる料理でこの値段で食べれるようです。じゃあ早速カイリ君から食べてもらおうかな。はい。やっぱ6年生上品やね。上品やな。スプーンでどうだ。熱い。めちゃくちゃ美味しい。おーい。なんかカレー粉の味がすごい美味しい。もうもやしにも味入ってからすごい美味しい。おお、食レポや。俺負けたんちゃう？俺うめえしか言わないからね。ちょんまげジャパン、食レポのレベルの低さで有名なんで。ぜひ食べていただいて。はい、いただきます。どうですか？美味しい。よかった。嬉しい。嬉しいですね。めっちゃ嬉しい。じゃあチャークイテヨの食べ方の見本を見せます。僕はもうね、このままこういってこのままです。うん、うまいですね、やっぱり。うん、美味しかったです。一応ふっとこうか。美味しい。美味しいよね。あと恥ずかしがってるんで、娘さんもいるんだけど恥ずかしがって出てこない。辛い。ちょっとピリ辛？ちょっとピリ辛かな。ノースパイシーって言わなかったんです。どうですか、辛さは。後からピリッとはくるけど、うん、癖になる。これぐらいの辛さだったら大丈夫。大丈夫、うん、麺がもちもちしてて美味しい、うん、おーい。麺美味しいね。麺美味しいんですよ。そう、この麺ね、
あの日本でも売ってほしいもんね。日本にあの一時帰国した時に家族にチャークイテを作るっていう動画を撮ったんですよ。日本のアマゾンとか楽天で調べても全然出てこない。出てこない。マレーシアで買って持って帰りました。マレーシア料理でインスタントでもナシゴレンとかナシレマとか日本にあるのにこれはない。うん、なんでないのってなるよね。これをもうちょっと 辛さを控えめにすると日本人誰でも食べれるような料理になると思うんですよね。欲しい。これいいですよね。ですよね。待っててください。翔ちゃんがショークイティをちゃんと日本に上陸させる予定で動いてるんです。日本人でも食べれるように俺やるから。はい、これも今マレーシア何日目なんですか。火曜の5時、朝5時。おお。じゃあ24時間経ったぐらい。いや全然違う、朝5時じゃないから。だからちょうど今日は2日目って感じですね。あ、そうですね、2日目です。うん、どうですかマレーシアは。ちょっとこう1日フラット見てみて。楽しいし、うん、なんだろう、日本よりめっちゃ進んでるって思う。ああそうなんすよ。ショッピングモールの文化がすごくて、うん、このクアラルンプールだから至る所にショッピングモールがあって、うん、今日はどこのモールに行こうかなっていう、もう徒歩圏内にモールが3つ4つあって、うん、で注文も全部 QR コード。おー、はい、そう。なんか日本と違ってからびっくりしたよね。うん、なんか例えばそのなんかどっか行きました有名なところとか。今日は朝ブルーモスク。おー、シャーラムまで。どうでした、シャーラムブルーモスクは。いやもう感動しました、あれ。あ、ほんと、すごい綺麗ですよね、でっかいし。うん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 。自分も1回だけ行ったことがあって、このちょんまげジャパンの YouTube はイスラム教の文化を体験するってことで、ラマダンで断食、うん、一緒に1ヶ月やったりとか、そう、あとはモスクでイスラム教の方と一緒に食事をしたりとかっていう、イスラム教の文化に特化する YouTube なんですけど、ブルーモスク行った時はやっぱ感動しました。感動しますよね。すごい広くて、そうそうそう、天井も高くて、そうそうそう、すごかった。すごいなんか綺麗だった。綺麗だよね。でもブルーモスクが上がってるのはショー TV だから。そうだね。明日とか明後日とか予定は立ててるんですか。バトゥーケーブル。バトゥーケーブルね。階段きついから頑張ってね。はい、あとキッザニア。ああ、職場体験。あの、あ、はい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 、仕事のね、そういう体験。まあそこはすごいいいと思う。行くべきとこはどこだろうな。滞在はダンワンギの。ダンワンギ、ブキナナス。ああ、ブキナナスだ。ちょっと歩いたらマスジットジャメっていう駅が、でムルデカスクエアって言って独立広場。あとあのイギリスの昔は植民地だったんで、イギリス様式のこの上に建物とかがある歴史地区とかもあるので、そこもおすすめですね。バクテイを食べたい。おお、バクテイね。バクテイをどこで食べようかっていうので、明日バトゥーケーブ行った後にどっかで探したいねっていうのを言ってて、おすすめがあるのでアドバイスします。あ、いいね。まあ、自分らも日本人ですけど、やっぱりマレーシアを楽しんでくれてやっぱありがたい、嬉しいなって気持ちになるんで、ぜひね、楽しんで帰ってください。そうそう、もう僕たちはもうあの日本語を話すマレーシア人みたいな扱いなんで。マレーシアを選んでいただいたっていうきっかけとかって聞いても大丈夫ですか。きっかけは子供の教育。おお。海外の文化を体験させたいっていうのと、はい、海外に出て行ってほしい。おお。いい親。翔ちゃんの、まあ、息子が2人よく YouTube に出てるんですけど、ほんと伸び伸びとしてるよね、うん、英語は話すわ、うん、めっちゃ自由に生きてるわ。本当に絶対楽しい海外のあの学校。教育面でまず見たときに、他にもなんかフィリピンのセブ島行くかとか迷ったんですけど、イスラムの国だから娯楽が少ない、うん、アルコールがないとか、うん、だから子供にとっても安心。安心ですね。だからマレーシアを選んだ。いやいい。あ、いやすごいまとめてますね。自分もあのフィリピンも行ったことあるし、インドネシアも行ったことあるし、上のカンボジアも行ったことあるし、タイも行ったことあるし、この東南アジアはほとんど行ったことあるんですけど、住むんだったらもう断然マレーシア。マレーシア断然マレーシアです。楽しいよね。楽しい。しかまだいないけど。いやー嬉しい。マレーシアって一人当たりの言語の数が世界で一番多いんですよ。だから最低でも一人2言語、英語とマレー語プラス、インド系の方やとタミルが入って中国語だと中国語が入っちゃう。学校が普段の日常会話はマレー語だったりするけど、授業は英語。あとはイスラム教の国のなので、うちの息子が言ってたあのタディカっていうのが
マレー語で幼稚園になる、その完全マレー語の幼稚園は授業でアラビア語の授業があって、楽しそう、めっちゃイスラム教ってお祈りとかをするじゃないですか。うちの息子はイスラム教徒じゃないからお祈りはしないけど、お祈りをしてるのを見てるとかあるらしくて、それをよく家で真似してこうやったりとか、食べる前のお祈りがあるんですよ。簡単に言うとビスミラーニューラフマンヒルラフィンとかっていう、こう呪文を唱えて神様に感謝をして食べるっていうのがあるんですけど、子供息子たちに言えますか、知らないうちに覚えてて、自分も必死に覚えて、全部こうアラビア語で書かれてるんで、なんて言ってるんですかっていうのも聞き取って覚えてやってたやってた、幼稚園で簡単にペット覚えてて、すごっ。何が嬉しいってさ、翔ちゃん、あのずっと喋ってるやん、カイリ君ずっと黙々と食べてくれてる。ラーメンすごい美味しいんですね。よかった、嬉しいよね。おわ、いいね。いいですね。いいね。はい、完食です。美味しかった。美味しいです。いや、美味しいね。だって喋ってるのずっと食べてたもん。本当ありがとうございます。1週間ぐらいですかね、もうちょっと、うん、滞在すると思うんで、ぜひ楽しんでください、はい、でまた何かあったらいつも連絡いただけたら案内しますね。 ありがとうございます。なんかあの台風で帰れない可能性があるっていうね。もうやばい。視聴者の皆さんも、ね、コメントであの無事帰れますようにってこうお祈りしておいてください。よろしくお願いします。マレーシア人の本当の視聴者本当に優しいんで、ぜひコメント見てください、はい、すごいね、優しいコメントたくさんあるんで、ぜひ優しいコメントたくさんお願いします。ということで、あの今日は来てくれてありがとうございます。ありがとうね。はい、いつもありがとうございます。いつも初めて会った。これからもしかしたらまた会うかもしれないからね。はい、またマルシェ来てくれる？はい。よかった。ありがとう。カイリ君とゆかりさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。時間わずかビデオイニシラテカングッドボタン、ジャンガンルッパートゥカンノティフィカシーダウン、サブスクライブチャンネルイニ、よろしくお願いします。それではまたねー。チャンネル登録よろしく。イエーイ。